ましたね、マスター。よかった、今日は特別な日ですよね。バレンタインデー、親しき人に思い伝える日。サーバントの身ではありますが、私もあなたに伝える思いがあります。お時間よろしいでしょうか。ありがとうございます、マスター。大臣に罰される罪の具現たる私がさらに罪を深め、いえ、思い重ねることをあなたは咎めずにいてくださいました。かりそめにかりそめを連ねた儚い霊気の身ではありますが、この胸に生まれた思いはきっと命あった過去のそれと変わりはしません。ですから、せめてもの気持ちです。ウェディングケーキというと何でしょう。すみません、当世の文化には疎くて。あ、結婚？いえ、その私は妹たちと一緒に、いえ、あの子たちのせいにするつもりはないですが、でもですね、あの子たちが思いの分だけ大きなものがいいよと言って、もうあの子たちったら、大丈夫です。落ち着きました。失礼しました。はい、ヒンダルフィヨルさんをかたどったものです。そのあの人とシグルドと初めて出会った山です。山頂部分に小屋がありますよね。本当は燃える炎の館だったのですが、私たち二人はここで出会いました。当世にはもうあの館はありません。遠い過去のこと。いえ、それは、その、違うのです。私は、言葉が足らずにすみません。シグルドにも同じものを作りました。でも、一つ作っただけでは、私が納得できません。できるはずがない。だってカルデア式召喚という奇跡の中で、あなたはさらなる奇跡をくれた。再会です。ありえないはずのものをあなたはくれた。さらなる出会い、再会の機会を私たちにくれたあなたへ、私は感謝を形にしたい。ですから、幾百
幾千万の感謝を込めて、マスター。